N7 タイガーファンディング夢に踏み出せ新車バーを立ち上げていると思うんですけどはいこれちょっと教えてもらってもいいですか <laughs>、はい、<laughs> 僕がもともと新車大好きなので,で家の家にも新車を置いてたのでずっとでそこがあの吸いに来ておいしいなみたいな感じで <laughs> でも部屋が狭かったのでじゃあ大きい部屋で吸おうぜみたいなノリで始めて <laughs> でやがてそのコロナ中にいっぱいテ,ネテナントが空いてたのでそこを安く借りてなんとか始めれましたなんかちょっと気になったのが、はい、理念の不一致で脱退っていうふうに書いてあったんですけど、はい、どんな理念を抱えてシーシャバーをやっていて、はい、でこの経験みたいのが今回のプランに関わってるのかっていうのを知りたいです。はいえー、っとこれは確かに関わりました えと僕はその支持者バーであの一緒に立ち上がるときにあの実際お金とか出してなかったわけですので株は株っていうかそのシェアは基本的に向こうが100%持ってるって感じですで僕がそのお手伝いとかそういう支持者の作り方とか教えててもあの基本的にお金取られないように自分が思っててでその代わりに無料で飲ましてくれよって感じでずっと無料で働きながら飲ましてもらってたんですけれどもだからやっぱその 最初は良かったんですけどだんだんあの、えっと、赤字になっていってあの向こうがやっぱお金出してたので焦りがあってでお客さんにその、まあ、お客さんにというかその飲み方が最初はちょっと荒かった部分があったので僕そういうのがあんまり好きじゃなかったのでそこからちょっと一回大喧嘩してじゃあ僕抜けますって感じなんかあの。 雲をつかむよようなな感じなんですよ <laughs> 何質問してもこう的をいられてない感じがあ,あないないですかない <laughs> ないですかあのまだちょっと進んでない感じがしててですねちょっと話題を変えさせてもらっていいですかね。あの東京芸大ですねは,い、は受かる見込みはあるんですか はいえー、とかなりかなりって言ったらあれなんですけれども一回去年、えー、と先生のゼミの授業実際参加させていただいた経験もありで自分現在そのというあの全国に2つしかない、えー、と結構最先端の,あの施設があってそこでサポートスタッフとしての中のプロジェクトであの行きたいゼミの先生もあのよく 来るのであの講座とかみたいな感じで来られるのでそこでもまあ毎回毎回ちょっと交流がある感じで試験とかそういうところで <laughs> そうですね基本的に試験はないのであの全部書類審査です書類審査はいで。 結局あの先生にあの1回聞いたんですけれども毎回「五分五分」というもやもやの回答が返ってきましたの、ね、で <laughs> ワンチャンにかけて僕らすする感じなんですかいや毎回その君ならまあ君の能力ぐらいやったらその研究生なら楽で入れるって言った後に「いやでもの山口県に残してほしいな」って言われてなんか完全に翻弄されてる感じわ <laughs> <laughs> からん結局 どんなにこの先芸大に入った後にの大学院に入った後にこのシェルターっていう理念いいものを掲げたとしても入れるかわかんないですなとお金出しようがないのでそこら辺もちょっとはいガッチリできないですか、はいそのご。ごぶごぶっていうのははい、えー、もう本当に運ですか。そこはそうですねもうあの新設の学科なので2016年に。 えとあんまりそのこれがあれば入れるっていうのがなかったんです基本的にもう実あの実際そのあとその研究テーマが面白かったらそれでも入れると聞きました <laughs> ま <laughs> なるほど <laughs> なかなか自分もそのスタンダードがないのでなんかこのいろいろ入れてくれてるのはリュウ文会代表中原亮太郎 九大も試数学1位の成績で医学部現役合格、99%が医療職につく。中、学習塾業界へ、九大医学部卒の手腕で合格者を輩出。ブログ読者は30万人超え、己を突き通す一パーの男受験生の可能性を最大限まで引き上げる。なんかこのいろいろ入れてくれてるのは、はい、これ、これとかは何なんですか、このこうう。あ、これはもう友達に任せて、えっ、ー、と、こういう人なら、はい、あの。 セルターへ行きたいみたいな感じで、<ー>あのちょっと漫画を書いてもらいました。あ、これは自分でじゃなくて他の人に。そうです、ね。基本自分は絵描けないんで。あ、絵描か,かないんですか。描けないです。おお。なんかこの投資のところに、はい、虎の方々の塾で T.A. として働き、留学生の入塾 P.R. などに貢献するって書いてくれてるんですけど、はい、どういったことができますか。えっとまず留学生のあの。 えっと具体的な塾ってどういう感じなのかあのどの虎が来るかがちょっとわからないのであの事前に調べてもあんまりなかったんですけど、えっと、基本的にその留学生の入塾率を僕なら上げれるかと思いますでしかもその留学生たちは結構お金持ちで、えー、学力も相当ある方々です。水木さんどうですか 外国の医学部生いやいやいや外国の医学部生ででできるんですかえっと知り合いでは北大へ行った方もいます同じ日本語学校でそこから北大の院へ行かれた方とか <laughs> ちょっと僕のはあの大学入ってからの話の塾なので <laughs> ちょっと違うごめんなさい。<laughs> そこは なんか詳細のプランについて知りたいんですけど、はい、今例えばその芸大の院に入った後に、はい、どんな時期にシェルターをどこでやるとかっていうのはあるんですかえっと最初は一回その山口でやろうと考えてたんですけれども <laughs> それがちょっとできなくて東京で、えー、とりあえずあの空き家バンクを使ってあの一番安くどういうふうにあの展開できるかを始めから始めたいと考えています。<laughs> それに、えっと他のことは自分は、えっと、結構ポンコツなので、えっと、この資料も正直結構友達の力を借りながら作れた部分がありましたのでそこで、えっと、東京で出会った人たちに、えー、東京で出会った友達と一緒にまた、えっと、このシェルターのメンバーを集めて一緒にやりたいと思っていますので現在では具体的な計画はないです。 あの結構「友達」っていうのはキーワードになってるかなと思っていて、まあ、これも友達がこう書いてくれたっていうところで、はい、なんか自分が一番やりたいのか友達がやりたいことなのかによっても多分出資って変わってくると思うんですけど、はい、そこは誰の思いなんですすか自分の思いですでも結構友達に手伝ってもらってるっていうところにこう出す側としては違和感は持たざるをえないんですけど。 やっぱ一緒にやるっていう方向ですか。一緒にやるっていうのは。要は、その自分でやって、手伝ってもらう人がたくさん仲間がいるっていう感じですか。そうですね。そういう感じです。今でも、えー、っと、そういう感じです。もう助けてもらって、助け。さ、助け返してみたいな感じです。なるほど。ありがとうございます。ここまで岩井社長いかがですか。<laughs> <でた> <laughs> いや、ここまでイイがか、は <laughs> いさいぐらい。ええ、どうぞ、どう,どう <laughs> 僕はね、あんまね。 刺さってないんですよねもう25歳だしねなんか受験生の18とかだとね高校生だったりするとなんかね受験応援したいと僕は思うけど25歳で100万円出してって言うとねちょっとハードル上がっちゃいますよねって思ったり岩井社長はあ。さっきから水木さんがおっしゃってるようになんとなくほほふんわりしててん,なんか。 ビシッて刺さるものがまだない感じがするんですよね。はい、彼らに刺さってるものがまだあまりないような気がしてます。それが何なんだろうっていう。NPO のシェルターを作りたいっていうことが、うん、ね目的で東京芸術大学の大学院に行きたいっていうことはなんとなく分かったんですけどその NPO の「シェルター作りたい」っていうところがあんまり多分皆さんに刺さってないのかもしれないね。見るる未来を語るも受験生の言葉はたちに刺つらかったそして写真を撮ってた創造性が制約されたシェルターを作れば同じような境遇の人々を助けられる。 っていう感じなんですかね。だからそこがもう少しこうシェルターにつながってるといいなっていうか、うん、だって別にね、制約があるから、写真させる情熱だねだやっぱりその経験の中での具体的な話があまりないから、ふんわりしちゃうんじゃないですかね。それはい、言えることと言えないこととあるのかもわかんないんですけど、やっぱり相手にちゃんと伝えるためには、 抽象的な表現だけではなかなか難しくていやこんなことがあってこういうことがあったから僕はどうしてもこういうことがやりたいんだっていうのがもう少し具体的にならないかな。はい、はい、じゃあシンキングタイムのついでにね 株式会社、イヤシープ代表、林直浩。極楽睡眠ヘッドスパ、イヤシープを全国展開。ビジネスの根源は、年賞100億円超え、全国製法を果たした学習塾の創業。教育への思いを胸に、志願者の挑戦を受け止める。つむ、つむ、つむ夢を踏み出す軍資金。今宵も聞けるか、サービスですよじゃあ、シンキングタイムのついでにね。はい。めちゃくちゃ僕の人生はわかりやすくて、 1> 高1高2高3浪人で4年間塾に通って、その塾の方針がちょっと合わなくて詐欺的だなと思って、これはおかしいと思って自分で正しい塾を、こういう塾があったら自分は受かったはずだと思って作ったら流行ったんですよ。そういうエピソードはすごくね、自分で言うのもなんだけどね、めちゃくちゃわかりやすいんですよ。そういうものがあるとね、いいんですよね、なんか。かちょっと今だと辛い経験があった。写真撮ってた。それが制約があった。 シェルターあれば大丈夫みたいななんかちょっとあんまね繋がんないですよそんな感じあのシェルター自体に関しては自分はよくえっ、ー、と山口大学通ってた頃にはよくと友達を拾っててました えっと拾ったという表現はちょっとおかしいなんですけれども、あのよく家に泊まりに来る人がいあのいっぱいではないんですけど、あの数少なからえっ、ー、と来ました。で、えー、もう結構あの困っている人もいれば、えっ、ー、とそんなに困ってない人もいます。そういう人たちが自分の家で過ごしてた時間が僕としても楽しかったし、向こうにとしても楽しかった。で、そのような時間をシェルターにしたい。 で多分最初の原動力だと思いますでそのような時間をどういうふうに作っていくのかを実際は自分は今本当に分かりません。NPO 組織の,そのインターンもできなければ、えー、と本で読んだだけの勉強では、えー、と何もその見ただけで頭の中に生えてても言葉として出てこないって今気づきました。すいませんでした。 なので、その、そのような、もや、もやの気持ちをさせてしまいましたかもしれないです。このシェルター自体は、僕のような人を助けたいっていうのもあるんですけれども、本当は、その、想像したい人たちの休憩する場所みたいなところを提供したいです。えっ、ー、と、それを言うと、ちょっと、もやもやすぎる、すぎてしまいますので、あの、一番最初からどうなるかというと、 さらにそれを<の>なぜ河川さんがしたいのかってことだね。はいうん、っていうのもなると思いましたかです基本的に、えー、とどんなに変な方が来られても僕は怒らないし、えー、と変だと思わないし普通に付きあえるそこも自分の子どもの頃の交流で、えー、といろんな。 カルチャーのの方がおっっててその中でずっと生活してきましたんで、まあもちろんトラブルもあるんですけれどもそのトラブルを,を理解し合える力が地元で得たかと思いますそれが日本に来てからも通用してきましたのでそういうところはあの何でもできる人間が設立するというより受け入れる人間が設立して一緒に頑張れる仲間を探していくと思いましたから。パッと聞いた感じそれは自分のお金でやろうって感じがするね。 人からお金を借りて投資してもらってやることな感じもしないね、うん、こ,れこれのためにお金くださいじゃないんですよ今回は。だけどそれをやるために受験をするっていう結果的にはそうなんですけど、うん、一旦ここは整理をしたいのは彼の希望はこの100万円というお金をここで得たら東京芸術大学の大学院に行くための これとこれとこれのお金に使いたいっていうことなんで、やっぱりここは一旦整理して。まあそうですね。だってその事業計画の内訳とか結局書かれてるもんね。600万とかね。<はい S 1> そっちだと思っちゃうよね <laughs>。だからそこはちょっと理解してあげてほしいんだけど、ただ多分ですけど、僕も含めてこの場にいる6人が誰も芸術家じゃないし、芸大の出身でもない。だから芸術家の人たちが悶々としてて、それを なんか楽にする場所を作りたいって言われても、完全に一言なんですよね。今んところ僕らにとっては。え、な、なんなん芸術家ってそんなにいろいろ苦しいのみたいな。みんな苦しいの一緒やんみたいな。ところを僕は感じちゃってるんですよ。あなたがどれだけ芸術家にとってこういう場所を提供したいって言ってみても、それってなんなんて、そ、それがなきゃその人たちはなんか困っちゃうんですかみたいな。 芸術家の人たちをなんか悪く言うつもりは全然ないんだけど一般の仕事している人たちとその人たちとのなんかずれというかそこが解消できないんじゃないのかな間違ってますかね僕っと皆さんがそうじゃなければ訂正しますけどまあなんかねアーティストの方が大変なんだろうなというのはなんとなく僕もわかるんですけどね、まあ、な,なんでこう河川さんなのか そしてそれをしたいからこう25歳のそこそこ大人に100万円受験費用を出さなきゃいけないのかちょっと刺さってないですかねうん形勢逆転を狙い虎たちへと食らいつく志願者厳しい意見を受け止め今何を思う物語は怒涛の後半戦へ 結果と束縛で社会人やってるし、そんなに困ってんのかなって。すみません。<laughs> すみません。受験生版タイヤーファンディング志願者募集中交通意識もあるよ詳しくは概要欄から